村本先生と、はい、これ三尾俊さんはなんて紹介したらいいんですか、これは。麻酔科医の YouTuber、ヒッコーカーの三尾俊と言います。これすごくないですか、麻酔科医で、はい、YouTuber で、うん、踊る女優もやってます。踊るジョイ、はい、でそれってあれなんですか、何をこうあげるの、患者さんほーら寝たみたいな感じですか。その瞬間を TikTok で、何ですか、若者向けに、はい、コロナワクチン啓発をしてみたりとか。ああ、なるほど。今は慢性疼痛の、はい、オンラインでカウンセリングをしたりとか。だからウィズペイン、はい、はい、じゃああれなんですか、村本先生もその麻酔に関しててお医者さんだと。そうです、私たちはがんの手術機の航空管理とかをやってます、医科歯科連携。はい、ただここはもう一回聞かせてもらって何て言うか全然分からなかった。これはがんの方の、がん、はい、あ、がんの方、手術とかの前に、はい、相関とかするので、相関、あの濃度がある、はいはいはい、その前のこういうことになったんですけど、三好先生は私は単なるファンです。ずっと TikTok で見てて、あ、その学科に会いました、はい、で今日見る側、ね、お会いして仲良くなったんです。あ、すげえ、はい、え、じゃああれなんだ、お若い方なんですね。さっき三好先生ほら、だってさっき三好先生なんかほらお若い方向けにやってるって言ってたから、なんかお若い方向けにきっとそうだと思います。きっとそうですよね。何このノリ、すげえノリになってきたぞこれ。え、やってんの、やってるんですか、スイス体操。あ、あれか、はい、ごめんなさい、あれかとか言っちゃって。動画4万回ぐらいは行きました。はい、この度のプライマリー学会にこういらっしゃって、なんかこう収穫みたいなのありました。私は三好先生で、おー、それすごいっすね。で、去年小倉先生の丸のカンパレスで初めて出て、うん、はいはい、総合診療の先生として出会ったんですけど、診療看護師の NP さんとして今回航空ケアセミナーを明日やります。あ、明日やるんですか。その内容、ちょっと具体的なやつ、はい、教えてください。超高齢社会で、はい、今や私たち衛生士は歯周病とか虫歯の予防が仕事だったんですけど、はい、うん、高齢社会になってきたので、以下の中でも航空機が必要になっています。はいはいはい、そちらを NP さんという診療看護さんと連携して、いかにより良い航空機をするかっていうのを明日からやります。やるんだ、すげえ、うん、三好先生も明日からとかやるんですか。ありがとうございます。私は明日午前中に、はい、なかなか検査でわからない痛みの原因を、うん、こうオノマトペとグラフィックで表現するペインカードというのを作ったので、それを患者さんに実際そのデータをもとに自分の痛みを表現してもらったっていうプログラムを紹介します。これじゃん、そうです、そうです、このかわいい、もうかわいいがベンとか書いてある、かわいいですよね、うん、めっちゃかわいい、ね、これは誰が描いていらっしゃるの。ありがとうございます。こちらはですね、血液内科医でイラストレーターのペペペ先生という方がデザインしてくれました。すげー、どんどんいろんな方が出てくるの、すごい、そうなんです、そうなんです、面白いしちゃってる、はい、そうですね、5年前から一応その患者さんとコミュニケーションを取っていて、2年くらい前から地域公開、はい、限定で発信したりして、はい、無料コンテンツと機能コンテンツで分けて、有料コンテンツもあるんです。すごい。有料コンテンツでやってたことを、はい、出来が素晴らしかったんで、はい、プライマリーの段階で紹介したいなと思って。なるほど。すごい。麻酔科医ということで。イエーイ。麻酔科医先生はどちら？イエーイ。ノリがめちゃくちゃ。熊本。何このノリ？熊本なんですか？はい、いや、うちの妻が宮崎だもんで、ちょっと新品か、はい、あります。ナンバー、チキンナンバー、カラシレン、はい、熊本から来てそうだなと思いますけど、はい、今やですね、はい、高齢社会になったので、はい、医科と歯科とかですね、この地域の連携が必要になってたりますですね、はい、地域の連携、うん、ですね、地域は大事ですね。ただが歯磨きなんですけど、はい、私たち衛生士って健康な人の歯磨きとか歯石取りをしてたんですけど、うん、はい、いざ看護師さん、私熊本の地震があった時に経験したんですけど、そうか、病院に支援に行った時に水がない、電気がない状況で看護師さんの持ち方とかすっごい難しいケアをされてたんですね、はいはいはい、すっごいびっくりしちゃって、はい、こんな世の中なってるんだって私気づいたんです、はい、で看護師さんが難しいケアをしている、そこを助けたいと思ってこの6年間、7年間経験してきたんですけど、それでこの丸本カンファレンスの小田先生のもと集ってた診療看護師さんと出会って、はい、
はい、集中治療室での航空ケアとか、認知症の人の対応の航空ケアとか、医科と歯科、看護と歯科衛生士で一緒にやりたいなと思って、今回第1回目になって、今度継続していきたいなっていうのを目標に、航空ケアのハンズオンセミナーをします。ベーシックで。はい。今捕まえてしまった。つまり？つまり、簡単な、はい、歯磨きを、はい、イカと鹿のコラボでやります。イカと鹿のコラボすごい。まとまったですね。だってイカはあれだけど、鹿ジビエだもんね。私どもそのまあすっごいど田舎、山形県新庄市っていうものすごく田舎で、まあラジオ局やってたりもするんですけど、まあその縁もゆかりもない山形県新庄市のリスナーの方々にお二方から一言ずついただいてよろしいですか。なるほど。メッセージください。メッセージください。はい。聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんかね、あの病気に関わらず、やっぱりこう痛いとか辛いということはあると思いますので、あのその時はこう一人で我慢しないで、ぜひ医療機関を受けてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、三好先生のその TikTok とかあれは何で検索するとですか。そのままひらがなで三好って感じで先生ですね。三好先生で YouTube の方が今あの残ってますので、はい、ぜひ。バズってるんですか。TikTok は昔バズってて、すげー、はい、でもちょっと疲れちゃったから、はいはい、あの踊るの疲れちゃうんで、今お休みしてるんですけど、はいはい、あの慢性疼痛系は全部 YouTube にライブ配信であの、はい、残ってまして、すごい、あのここであのマルモカンファレンスで大活躍している大浦誠先生とかも出演してくださってますので、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん見てみてください。ありがとうございます。では村本先生、はい、皆さん歯科検診を受けてますでしょうか。受けてもらった。褒められた。あ、素晴らしい。そう、歯磨き上手って褒められたけど、最近タバコの矢にちょっとついちゃって、はい、世界で一番多い病気は歯周病である。歯周病と全身疾患の関連性、特に糖尿病とかですね、そういったのの予防にもなると言われてますので、ぜひ歯科検診を受けていただいて、はい、いつまでもにっこり歯を見せて、ね、美味しく楽しく生活していただけたらと思います。ぜひ歯科検診をよろしくお願いします。ありがとうございます。それではこの度なんかすごい回でしたけれども、三好先生と村本先生に来ていただきました。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。お大事に、お元気で。ありがとうございます。すごいわ。すごいわ。めちゃ面白い。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かった。村本先生もめっちゃ面白かった。打ち合わせしてました。してない。イエーイ。大盛り上がり。すごい、ここだけなんか企業ブースじゃない感じですね。